皆さんこんにちは、三原自動車松本です。本日ご紹介させていただく車はこちらです。ホンダ、セイバー、型式は UA5 ですね。2代目のセイバーになります。この車は平成12年式、2000年の6月登録です。製造していた年月がですね、1998年から2003年となっております。でこの車の前まではですね、インスパイアとかビガー、これはビガーの後継者になるんですけども、これの前までは直列5気筒の車が乗ってました。でこの方からですね、新開発のエンジンとしてエンジンがですね、 J32A という3200cc の V6 エンジンとなっております。生産はですね、前回ご紹介させていただいたエレメントと同じでホンダオーバーアメリカですね、 HAM というところで生産されておりまして、これもエレメントと同じく逆輸入車というふうになっております。先ほども申しましたけども、兄弟車にはインスパイアがあってですね、ちょっと見た目が本当に分かりづらいんですけど、インスパイアとこのセイバーの相違点はですね、グリルとそれからリアウインカー、それからちょっとアルミホイルのデザイン、こういったところにがちょっと違いがあって、そこでちょっと見分けるような形になっております。それから一点余談なんですけども、1980年の初頭ですね、これもホンダ二輪の方なんですけど、 VF7 班っていうのがあってですね、当時を思い出していただくと、まず VF7 班が出た時、赤黒のボディでですね、ちょっと小さなカールがついたスポーツ系ロードバイクみたいなのが出たんですけど、その後に VF7 班セイバーというスポーツクルーザー系ですね、アメリカンとスポーツタイプの中間みたいなバイクが出ました。これは余談でございます。では引き続きエクステリアを見ていきましょう。ではエクステリアです。本当スマートな車ですね。前から見てもですね、かなりですねシンプルな構成になってます。ちょっとカメラさん寄っていただけますか。これです。何でしょうか。今から室内に行って開けてきます。コーナーポールですね。こういったところに電動でコーナーポール。昔はこの角にですね、直付けで付けてた車をよく見ましたけど、オートアンテナみたいな感じでですね、コーナーポールが中にバンパーの中に入ってるという、かなり凝った作りになってます。これがあるとですね、ボンネット長いんですけども、交差点とかですね、狭いクランクみたいな場所でもですね、スムーズにいけるんじゃないかというふうに思います。では側面です。結構ウェッジシェイプというか、結構シャープな作りですね、横から見ると。それからカメラさん寄ってもらっていいですか。ホンダオブアメリカのエンブレムがついております。マフラーは V6 なんで2本、左右振り分けになってまして、セイバーの社名と、あとは 32V というグレードのエンブレムですね。両方リアクォーターにはホンダオブアメリカのエンブレムがついてまして、結構ですね、本当車高も低くてスポーティーな感じがしますよね。では内装を見ていきましょう。では内装です。これもですね、やはり高級車ですね。ハンドルウッドと本革のコンビになっています。メーター周りです。右から水温計、燃料計、スピードメーターとタコメーターというふうになっています。純正のナビがついててですね、これオーディオはですね、ホンダって書いてるんですけど、BOSE ですね。結構いい音がするんじゃないでしょうか。ダッシュボードとかも綺麗ですね。からもう内装はホンガです。綺麗ですよ。へたりとか破れとかもないですね、見た感じ。それからですね、このビニール、多分これ新車時からのビニールなんでしょうけど、これがちょっと破れかぶれなんですけど、まだ残ってますね。ほんと綺麗な車両です。では後席です。これもやはり高級車ですね。かなり革の作りもいいですし、手触りもいいです。これ無論センター
後席のですね、エアコンの吹き出し口もありますし、でこの前席のシートの作りが凝ってるんですよね。後席の、まあ、足元をこうえぐったような形で、こっちと上が張り出してるんですけど、この辺凝ってますよね、作りが。それと小物入れとこちらに灰皿というような作りですね。内装はもうめちゃくちゃ綺麗です。ではエンジン吹かします。いや、レスポンスいいですね。さすがホンダという感じがします。横置き V6 の 3.2 VTEC ですね。こちらもちょっとカバーがかかってるんでシリンダーヘッドとか見にくいんですけども、 3.2L のエンジンとしては結構ですねコンパクトに作られてるんじゃないかと思います。最近の車と比べるとですね、かなりいろいろとこう隙間といいますか空間があってですね、整備性はものすごく良さそうな感じがします。もちろんエンジンの音も静かですし、これはいいですね。皆さんいかがでしたか。ホンダオブアメリカ2代目セイバーです。個体も綺麗です。走行距離もあまり走ってなくてですね、内装も綺麗、またエアコンもよく効きます。全然、最近の車とですね比較しても見劣りしないと私は思います。まあ、皆さんはそれぞれ思い方はそれぞれかもしれませんけど、こちらもですね三原自動車として完璧な整備をして皆さんにお届けしたいと思いますので、ぜひよろしかったら車見に来てください。お願いします。今後とも三原自動車並びに M クラフトの方よろしくお願いいたします。チャンネル登録もお願いします。ではまた。